Hello everyone, good to see you, good. こんばんは。僕のことをガールズバー連れて行きたかったら5問出すから3問以上正解しなきゃいけないの。難しいのはやめてくださいね。難しいかどうかなんて知らないよ。おめえの関心が何だったか興味とかわからねえんだからよ。わかるわけねえよ、そんなこと言われたって。俺にとっちゃどんな問題、俺の出す問題は全て簡単なつもりなんだよ。1問目、都営バスのバス停が1個もないのは何区だ。板橋区っていう区はあるよ。ある分かった。北区ってあります。北区あるよ。この電車に乗って北に行けば北区だよ。北区赤羽行ってみな、王子行ってみな、あります。東京都の基礎知識だ。都営バスのバス停が1個もない区ぐらい。すいません、何区ですか。あんた何区出身、何県出身なんだよ。愛知県です。答えは目黒区でした。目黒、え、そうなんですね。うん、知らなかった。目黒、現在の名古屋グランパス8の監督の名前をフルネームで答えよ。無理じゃねえよ。ちびまる子ちゃんにだって出てくんだよ。ちびまる子ちゃんのまる子と同じ、さくらももこと同じ3年4組なんだよ、漫画では。現実の監督は、名古屋グランパスの監督は3年4組じゃないよ。そうなんです。確かにさくら先生と同じ理恵商通ってたけども、同学年だったけども3年4組じゃないよ。じゃないんですか。誰だ。でも漫画にするために無理やり監督を3年4組にしたんだ。詳しいですね。ちびまる子ちゃんにだって出てきます。分かんない、全然分かんない、名前出てこない。直近で2005年の選抜高校野球で優勝した高校は何高校だ。明伝。それだけ正解しやがった。やった、それだけ正解したね。すいません、その時見てたから。それで正解できたんだね。すいません。そっか。すいません。2001年ファーストステージの名古屋グランパスのサッカーやめてじゃねえよ。ドラゴンストイコビッチといえば名古屋グランパスのスーパースターなのに、どうして知らないんだ。絵じゃないよ、絵は図工で描くもんなんだから。3問以上正解できなかったから失格。はい、いくぞ。はい、今回、3問正解に持ち込みました。ご視聴いただきましてありがとうございます。よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。フォーサイスレオでした。I am Leo Forsyth. Thank you.